柴田勝家を破った秀吉は領土を拡大。小牧長久手の戦いで家康と引き分けるも、家康を臣下とし、四国も制圧して、九州も狙い始めた。九州では島津義久と大友宗麟が戦っていたが、島津氏が優勢だったので、宗麟は秀吉に助けを求めた。この頃、秀吉は関白、そして太政大臣となり、朝廷より豊臣の姓を賜った。お願いいたしまする。関白殿下のお力で島津軍を追い払っていただきたい。島津軍は四兄弟の結束固く、我が軍は劣勢にござります。よかろう、者ども出陣じゃ。お秀吉は九州に出陣した。弟秀長軍と二つに分かれて南下。秀長軍は鷹城を攻め、島津義久はこの城の救援に向かった。豊臣軍は約100,000、島津軍は約35,000。城の守りはどうか。はっ、柵を巡らし、いくつもの砦を築いております。島津勢は夜襲が得意とのこと、警戒を怠るでないぞ。はっ、守備隊長に伝えておきまする。敵は多勢な上、柵や砦まで作っておる。勝てようかのう。我らには地の利がありますれば、得意の夜襲で柵など突破してみせまする。行くぞ。ここの守備は手薄なようじゃの。かかれー。これは堀まで作っておったとは。しまった、待ち伏せじゃ。撃てこれは勝てぬ、引き上げじゃ。退却。